くお願いします。私は学校で14日と15日に修学旅行に行きました。そして小樽に行ったんですけど、小樽水族館に行って、その初めてかわかんないんですけど、なんか行ったことある気もするんですけど、小樽水族館に行って海の動物を見ました。そして私、映画とかドラマとかだったらサメとか見たことあるんですけど、初めて生で見てすごい迫力がすごくて大きいし、なんかかっこいいし、なんかすごいなって思ったのと、そのサメの周りにも違う海の動物がいて、怖くないのかなって思いました。そして私が一番可愛いと思ったのはカワウソなんですけど、そのこっちに見る場所があって、両方側に見る場所があるんですけど、そこの下をカワウソが通路みたいなところがあって渡ってくんですけど、そこがすっごい可愛くて、その手でお腹を下にしてピューっていくのかなと思ってたんですけど、そのお腹上にして動いてて、めっちゃ可愛い、何これと思って、すごい可愛くて癒されました。それでその次の日にウポポイに行ったんですけど、その私は他の場所でも見たことがあって、その改めて2回目だったんですけど、その昔の人とかの生活がすごいなって思ったし、その自分で狩りをして自分でご飯作ってっていうのがすごいと思いました。私が絶対昔のアイドルの人だったら生活できないなと思いました。それでは次の曲聴いてください。気まぐれロマンティック。Thank you.